はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。今回は、こちらのゾンビキュアラボというゲームをプレイしていきたいと思います。現時点でまだアーリーアクセスなんですけども、早速ですねやってみようかなと思います。で動作確認で少しプレイしたんですけども、初めからですねやっていこうかなと思います。でこれが物語の始まりですね。原因は不明だが、ある日突然ゾンビに襲われた。この緑色のちょっと可愛らしいのがゾンビですね。ゾンビに噛まれたものは変身し、その数は増え続け、どんな攻撃にも耐えられなかった。そして一瞬にして文明は崩壊したのである。しかし、カナダ北部の人里離れた場所にあるムースですかね、ムースラボでは、科学者たちが治療法の研究に励んでいた。彼らはゾンビアポカリプスの恐怖から、免れていたため、最大の武器である科学で戦うことを選んだのだ。ムースラボの科学者たちは勇敢なメンバーを集めました。あなたの使命は研究所を建設し、ゾンビの攻撃から守ることです。ゾンビを捕らえ、治療し人間性を取り戻す手助けをしましょうということで、ゾンビから守るというのと、ゾンビを捕らえて人間に戻すということですね。でこれがマップなんですけども、これがチュートリアルのマップですね。で場所によって、この砂場は難易度がノーマルとか、難易度が簡単な場所とかあるみたいなんですけども、とりあえずこの、チュートリアルですねからやっていこうかなと思います。ということでチュートリアル基本編ですね。私たちの世界は、不幸にも心なきアンデッドゾンビに覆われてしまった。文明は崩壊した。しかし、カナダの科学者の小さなチームは、ゾンビウイルスを治療しようとしているということで、これですね、ゾンビをこう治療して、ハンビーエボリューションで最終的にこうヒューマン、人に戻すことですね。あなたの遠征の目的は、ゾンビを治療することです。機能的なラボを作り、ゾンビを人間とゾンビのハイブリッドに変えることができるようになります。ハンビーを人間に戻すには、数回の治療が必要です。1回では治らないんで、何回かこう治療を重ねて人に戻すそうですね。あなたがハンビーに治したゾンビは、あなたの仲間になります。なので労働力にもなるっていうことですね。目的を達成することでゲームの仕組み、この左上ですね。ではやっていきましょう。動作確認で少しやったんですけども、ヘリコプターから研究者たちが出てきて、1日目夜明け、次の夜ゾンビはいないということで、あのゾンビが襲ってくるんですよね。で、まあ、次の夜は来ないと。では、まず左上、カメラを移動、WSD でマウスホイールで、可能な限り拡大。キャラクター可愛いですよね。で、ズームアウト。で、カメラを回転。で、スペースで一時停止と一時停止の解除。次のチュートリアルが資源を採取。必要な資源は、部屋やオブジェクトを建設するために必要。
資源は画面下に表示されます。これですね。まずリソースキャンプを建設します。リソースキャンプと運搬用ポストを建設し、資源の収集と補給、建設メニューからですね、リソースキャンプを選択してゲームワールドに配置、運搬用ポストを選択してゲームワールドに配置。リソースキャンプを選択すると情報ボックスを開く。この時資源を指定することができる。じゃあやっていきましょう。まずは、ビルドでリソースキャンプ、ビルドメニューからこれですね、リソースキャンプ、これに割り当てられた労働者は木を切ったり岩を採掘したり、それを自動でやってくれるんですかね。これをじゃあとりあえずこの辺にで、次が運搬用ポストですね、ハウリングポスト、これが木製の手押し車を使って、資源を効率的に運搬する。これを、この辺ですかね。で自動でやってくれるんで、資源を収穫、木材と野菜と、グローベリー、ゲームの時間早めますか。じゃあ2倍これが野菜とかですね。でこれがグローベリー、あと木材200。はい、 OK ですね。で次のチュートリアルがワーカーアサイン、生産対象が、機能するためには、少なくとも1人の作業者が必要、設定することができる。割り当てられた作業者が、どのような仕事をするのかを設定、ヘッダーの下に対応するアイコンをクリックすることで、ワーカーが行う仕事を設定できる。シフトを指定することもできる。夜勤と日勤ですね。じゃあまず、リソースキャンプに、作業員を2名ですね。2名多く配置する。リソースキャンプに、今3人で働いてるんで、2人増やせと。じゃあこれかな。これで、使用可能な労働者、日勤が9名、日勤夜勤も9名、夜勤も9名、2人追加して、で次が、運搬用ポストの作業員の配置替え、ハウリングポストの配置替えなんで、他のこっちにでも埋まっちゃったんで、一回削って、これで OK かな。でもここも4人にしておこう。次が、メインストレージの、作業員のシフトを変更する。日勤にしろって言いますね。メインストレージの作業員2人を日勤のみにしろと。なので夜勤を外して、で、OK ですね。で、また戻そう。で、次が、リソースキャンプ。リソースキャンプの作業員の、作業をピックアップだけにしろと。ハーベストとピックアップ。二つ作業してるんだけど、ピックアップだけにしろって言ってますね。二人。なので、ハーベストをチェックから外すと。これで OK ですね。
で、また戻しましょう。これで OK かな？うん。で、次のチュートリアルが部屋ですね。人間の欲求を満たすために必要なもの。キッチンを作る。ダイニングテーブル。寝室とベッドとソファー。部屋の作り方。ビルドメニューからキッチンタブを選択して、ビルドルームツール。クリック&ドラッグで好きな大きさのキッチンを書く。ドアとダイニングテーブルを追加。寝室も同じですね。でベッドとソファーを、設置。ということを忘れないでください。で部屋の形状をさらにカスタマイズ。それには以下のツール。これですね。部屋の結合。でルームの減算と、部屋の分割。あと部屋のタイプの変更もいつでもできると。間違ったタイプの部屋に置かれたオブジェクトは機能しない。例えば、そのキッチン の調理するオブジェクトを、そのキッチンの部屋じゃないところに設置したら機能しないってことですね。ではまず、キッチンを作れと。推奨サイズは 10×10 なんで、ビルドメニューからキッチンですね。キッチンの部屋。これを 10×10。この辺にじゃあ、10×10。ここですね。で、ダイニングテーブル。あとドアか。ドアを設置して、各隅に。で、ダイニングテーブル。これですね。座って食事ができる場所。レベル1ハンビー以外のすべての労働者が利用できる。これを、どうしよう。とりあえずこの辺かな。この辺に。で、次が、ベッドルーム。まあ、推奨サイズは、サイズは 7×10。ベッドルーム。ですね、ベッドルーム。でも同じ大きさしますか。10×10 で。こう。で、5個。まずその前にドア。ベッドを5個ですね。入り口のすぐそばってのもあれだけど、どうしよう。回転が L。こうしよう。さあ。し。か。入り口。もうすぐ近くだけど、5個。で、ソファーですね。ソファーに座ると、居心地が良く。テレビは段ボール箱ですが、楽な日々を思い出させてくれる。気分がプラス 5%。
で、快適性がプラス30%。口が回らない。あ、で、これテレビだ。じゃあ、この辺かな？できましたね。とりあえずキッチンの部屋ができましたね。あ、で、ダイニングテーブルも完成。ちょっとソファーの位置変えようかな。これを、オブジェクト移動する。あ、完成しましたね。こっちにしよう。そして、いずれここにまたベッドを作ると考えて。できましたね。次のチュートリアルが研究。研究ボードを消費することで、より優れたオブジェクトをアンロックすることができる。これですね、研究。研究は理科室の、研究机で働く科学者たちによって生み出される。サイエンスルームにある研究机。新しい階層、ティア1、2、3ですね。多くのオブジェクトには1つ以上のアップグレードがあります。アップグレード研究をすることができる。まず、研究室を作れと。ということですね。これだ。サイエンスルーム。これを、推奨サイズは 10×10。で、研究机の3個。これだ、リサーチデスクですね。これを3個。この辺に。3個。で、ドアを作らないと。これで一人今研究してますね。これで、このマーク、研究が溜まっていくってことですね。で、研究が溜まっていくと、このリサーチボードでいろいろこうアンロックができるってことですね。とりあえず、研究内容が50貯めろって言ってるんで、もう少し待ちますか。あ、たまりましたね。研究は50たまったんで、研究内容、ベローブリーザーをアンロックしろと。ベローブリーザ
ストレス。あ、食品とかもありますね。これだ、ベローブリーザー、水を凍らせる。これをアンロックして、とりあえずこれで OK かな。次のチュートリアルが防衛。あなたがゲームに負けるは、作業員全員がゾンビになるか、メイン倉庫が破壊されるとゲームオーバー。ゾンビがラボに入るにはまずフェンスを破壊しなければなりません。また次のことも必要。ゲートを作る。ゾンビは最初にゲートを攻撃するので、これを利用する。ゾンビは破壊するのではなく凍らせて、氷塊にする。このためには様々な、冷温兵器を作ることができる。この凍らせて研究しないといけないってことですね。倒さないで。氷を弾薬として、作れと。古い建造物をあさって手に入れるか、その地域の古い建造物で調達するか、ベローズブリーザーを使って製造氷を作れと。で、ラボロックダウン、右下のロックダウンボタン、これですね、をクリックして、ゾンビが来たら作業員を避難させろと。で、危険なエリアを可視化することができる。安全な場所と安全でない場所。これだ、このびっくりマークですね。まずじゃあ、これで、外は危険な、危険ってことですね。で、中は安全だと。で、これが、ゾンビが来たらこれを押せと。で、目的が、まずゲートを作れって言ってますね。ゲートを作って、じゃあこの辺に、1個でいいかな。で、さっきアンロックしたベローブリーザー。これだ。これで氷を作る。これを、まずじゃあこの辺にベローブリーザーで、雪だるま式シューター、これでゾンビを凍らせるってことですね。これだ、雪だるま式シューター、これをこの範囲内ですね、範囲内のゾンビに凍らせることができるんで、ゲートの近くに、とりあえずこの辺かな、この辺に、あ、できましたね、ベローブリーザー作ってる。アイスパックだ。これが弾になるんだ。ゾンビを凍らせる。次のチュートリアルが電気。電気を必要とするので、風力発電機やソーラーパネルなどを作ってください。電柱を立てる。電柱を立てて、電気をつなげろと。あなたのメインストレージはすでにソーラーパネルで発電し、バッテリーも搭載している。
じゃあこれですね、雪だるま式シューター。これ電池を使う、電気を使うんで、これですね、電気のパワーポール、これをつなげろと。でこの範囲内に雪だるま式、ここで OK かな。オッケーですね。で次のチュートリアルがゾンビ治療への準備。3つの段階に分かれます。各段階にはそれぞれ特徴があります。次の段階に進むには対応するトリートメントチャンバーを研究、製造する必要がある。これですね、サイエンス。トリートメントチャンバーを作ろう。サイエンスのこれですね、トリートメントチャンバー。凍結したゾンビを、レベル1のハンビーに変身。電気も使いますね。オペレーターも使うと。これサイエンスなんで、この部屋ちょっと広げるのもいいんだけど、まあこの部屋かな、この部屋に、じゃあこうかな。で電気も使うんで、ここですね。で、そのサイエンスのここを治療していけ、アンロックしていけば、まあ、人間に戻せる治療薬を開発できるってことですかね。これをアンロックするにはまずティア2にして、でティア2にするためには450の研究と木材が3000、次のいるゾンビはいない。でえ研究費用100キュアプロ、これだ、これが100いるんだ。とりあえずこれできるまで待ちますか。お、完成しましたね。で次のチュートリアルがゾンビ処理。治療するにはまず最初にゾンビ捕獲すること。凍らせて捕獲しろと。で、今作ったここに、ゾンビを連れてきて、で治療を始めろってことですね。じゃあ、とりあえず作れるもの作っていきますか。キッチンに、ミートカルティベーター。ラボで育てた肉。肉ないですもんね。じゃあこれかな。フーディングパイル。レベル1のハンビーが、生肉を食べることができるスポット。
ハンビーだからそのゾンビから一段階人間になったやつさの食事の場所だ。これをキッチンの部屋じゃないとダメなんで、人間と一緒にいいのかな。これじゃあ置こっか。で、あとは、あ、これ、ここで、ゾンビが食べるんだ。ゾンビというか、ハンビーが。これもじゃあ作っておきますか。あ、一応この電気使うんだ。じゃあ、とりあえずこの辺に。作業員がいないんでまだ動かせないですね。あ、ベッドもうちょっと増やそうかな。トレーニングルーム、ビッグブルス、作業員のスキルアップやゲームに、これじゃあ作っておこうかな。まずじゃあこの辺に、ダメか。じゃあ、こうか。ああ、そっか。ドアとかぶっちゃうから。じゃあこのドアを。移動、一個隣に移動させて、あれ動作確認でやった時なんか2日目ぐらいにゾンビ来たんですけどね。さっきあれかな、なんかこれ戻んなくてバグったで1回戻ったのが良くなかったのか。とりあえずじゃあこれでトレーニングルーム、10×9、レッグプレス、気分とニーズの満足度がプラス 35%。 あとドアか。
これもう一個作って、あ、次の夜、レギュラーアタック。こうかな。雪だるま式シューターを。もう一個作っても人がいないんですよね。電力、まずこう、あ、電気来てない。これで OK ですね。でも人がいないと。あとはじゃあ、あ、アンロックしよう。電気を生み出すバッテリー。あ、これ人が必要なのか。じゃあ風力発電をアンロックして、で、あ、これだ、風力発電機。これをじゃあ、どこでもいいのかな、近くとかじゃないとダメとか。ここちょうどいいスペースあるんで、こうか。4台。あ、え、風力発電自体に電気使うんだ。電気を生み出すための風力発電に電気を使うんだ。じゃあこれ持ってこよう。ちょっと邪魔にならないように、まず一回ここからここに置いて、でこう、あとあと、あとあと4台つなげたのミスったかな。あ、ここに置けば、あ、置けない。1台は回ったけど、このベッドを、ちょっと移動させよっか。見た目がちょっとあれですけど。これで、うん、ここに。これ屋根とかはないんですね。で、この3台に一応電力つながるはずなんだけど、あ、これでゾンビが来るんで、まずロックダウン。
帰って、待って、スピード戻そう。よしよし。ね、よし、これで、ここに弾を撃って、1.5倍。なかなか凍らないですね。あ、あ、凍った。よし。フリーズゾンビ。あ、これもっといいマシーンが必要ですね。もうちょいかな。よし、2体目。ヒットヒット。ここの人を1人減らして、明日は19人のゾンビで、これを持っていかないといけないですね、ここに。なので、これでいいのかな。もしかしてスペースがないから、サイエンスルームじゃなくて、あ、でこれだ、これ解除して、あ、大丈夫か。よしよし、おお、よしよし。あ、なんで途中で置いてた。まだゾンビ残ってんだけどね。残ってないの。よし、これで、来ました。おお、よし、ハンビになりました。ゾンビから。ハンビレベル1。あ、ちゃんと作業してる。ハンビを落ち着かせる。一旦気分が落ち込むと、機嫌悪くなると怒り出すことがあります。
怒ったハンビーはあなたのラボにダメージを与えることがあると、彼の欲求が満たされるようにしなさい。ハンビーが怒ったとしてもしばらくすると落ち着く。まあ、凍らせることもできると、凍らせて、まあ、ちょっと落ち着かせることもできる。大切に扱わないと怒ってしまいます。あ、餌置き場と、トレーニングルームが必要だと。ハンビーレベルが異なれば、ニーズも異なる。能力などの詳細について情報ボックスを見てください。トレーディング、ヘリコプターを使うと、ムースラボに資源を送ることができる。あらゆる種類のハンビーを送ることで治療が進む。あ、これか。取引を開始するにはまずワールドマップを開き、ムースラボを選択。そこでリソースを要求することができる。ハンビーを送り出すことで、キュアプログレッション。あ、この紫のやつだ。うん。新しいワーカーをリクエストすることもできる。おお。まずじゃあワールドマップ開いて、まずハンビーにしてからかな。よし、これで、うん、じゃあワールドマップからこれですね、ムースラボ。ここに、とりあえずじゃあ、今、ハンビーにした5人。これ全部じゃあ、送ろう。送って、これをもらおう。50、あと、5体か。で、向こう側から欲しいのが、科学者が欲しいんだけど、今もらえない。じゃあ、貴重そうなもの。エレクトロニクスとか。この辺、あと氷。スーパーフード。この辺もらおう。調理済みの野菜と焼肉。メタル。あと一個。石から。これで、ヘリコプターを送る。これに今、飛んでくるわけですね。あー、でも作業員として一人ぐらい残してもよかったのかな。お、来ましたね。働き手が、うん、仕方がない。で、ヘリコプターが向こうに到着したら終わりかな。 OK かな。お、到着しましたね。で、50、はい。チュートリアル、人間らしさに向けて、チュートリアルが終了。うん、このまま、このチュートリアルのマップを続けてプレイすることもできますし、新しい場所。
これはどうなんだ。飛行機がここに墜落したようだ。このイベントをアクティブにしておくと、ドッキングヒーローで発生したポイントがゴールにカウントされる。このイベントがゴールに到達すると、以下のものがもらえる。ストーンクラッシャー1。おお。イベントじゃ設定。アクティブイベント。うん。で、こっちが未発見ラボスポット。研究室に適した場所。このイベントをアクティブにしておくと、インポッシブルディフェンスを報酬として受け取ることができる。うん、設定しておきましょう、じゃあ。で、まあ、このままここ続けてもいいし、砂場は難易度ノーマル。まず簡単なところがいいのかな。この辺とか、とても簡単な探検。ここもイージーですね。うん。はい。とりあえず今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。